コリブリ 2.7mm 拳銃とは市販されたセンターファイア銃の中で最小とされている銃である。ゲオルク・グレアブナーの金銭援助の元オーストリアの時計職人フランツ・ファンルにより1910年に特許が取得され、1914年にリリースされた。コリブリはセミオートのシングルアクション銃及びセルフディフェンス用銃としてデザインされている。 カートリッジは5 3ムの重さがあって、その最も広い部分は3ミリである。プライマーの根元から弾頭までは1 1ミリである。銃弾そのものは3グレインであり、弾丸の初速は秒速650フィート、発砲の反動は2フィートポンド以下しかなかったとされている。射撃性能はあまり良くはなかった。2ミリコリーブリーの小ささゆえに、カートリッジの取り扱い。 特に装填では難があった。そして銃弾それ自身は弾丸が松の板に対したった0.5インチから1.5インチだけしか貫通することができなかったことが示すようにかなりの弱装弾であった。さらに当時の技術ではそのような小さな光景の重心にライフリングを刻むことはできなかったので射撃においては精度の問題も少なからずあった。 このシリーズとほとんどの武器はフランツ・ファングによって1938年に中止された。このカートリッジは弾薬一発が70ドル以上で売られており収集家にとっては賃品である。この弾薬のためのオリジナル銃も高額で取引されているというありがとうございます。